玉川澄は女流族局士、本名は中川澄。落語芸術協会に所属し、参与を務めた。福島県郡山市出身。父が老局士の東中剣雲校で、父の影響で少女老局士として初舞台を踏む。初舞台は3歳の時で14歳までに13回親が変わっている。その後、女歌舞伎、新派、喜劇、 民謡、女道楽、漫才、ドドイツ、松尽くし等あらゆる寄せ芸を習得し、漫才では、桂小豆の名で、大長歌手芸や、大江手芸とコンビを組んだ。1971年、文化庁芸術最小優秀賞を受賞し、1991年には、君語東宝勘賞を受賞している、2002年、松尾芸能賞、特別賞受賞。以降は、 落語芸術協会上席を中心に講座を務める一方で日本テレビ系の時代劇桃太郎侍では上方屋の女将お春役として長らくレギュラー出演した1991年3月宮崎県のべお市の今山大市で特土を受け清志公にの方法を授かった晩年は人のオーラが見えると発言しておりオーラのお墨として芸協落語祭りなどで 占いの余興を行っていた。桂米ラヨネスケは、寄せの世界のシーラカンス、また立川恋のボールは、我々の業界の最長老と称した。2012年9月25日、心不全の試し去。92歳ボーありがとうございます。